はい、今回はキャンピングカーのドアキャッチを新品に交換します。はい、このキャンピングカーはもう購入してもう8年ぐらい経ちます。で、買った時に2003年式だったはずなので、もう20年落ちぐらいになってます。はい、なのでいろいろ経年劣化で壊れてくるところが、増えてきているんですけど、まあ、車両部分に関しては、まあ、最近そのカーエアコンを直したり、オルタネーターを新品に交換したりとかして、まあ、だいぶ、復活してるんですけど、このキャンピングカーの外装部分で、キャンピングカーのトランクを開けた時に、このトランクを開けて、こう止めておく金具っていうか、部品がドアキャッチャーっていうらしいんですけど、これが、プラスチックなんですけど、パキってこう一個壊れたので、まあこれも経年劣化なので、新しくしようと思います。で、調べたところ3つあってまあ、トランクが3つ、開くところが3つあるんで、まあ、3つドアキャッチャーがあって、まあ、そのうち1個は壊れたんで、一応3つ購入しようと思って、こう、検索をしました。で、キャンピングカーパーツセンターで、検索をしたら550円かなであって、メルカリでも、そんぐらいの値段であったんですけど、なんと、中国ですね。中国で見たら1個130円ぐらいであったので、まあ、ちょっと、お試しで、購入してみようと思って購入したのが、今日届きました。はい、ではこれをちょっと開けてみたいと思います。はい、これですね。これちょっと僕もなんとなく形が似てたんで買ったんですけど、これ合うのかどうかとかすごいドキドキしてます。あれですね。はい、こうやってどうかな。おー、あー、うわー、成功したかも。はい、これですね。これが、ドアキャッチャーで、で、はい、この中にネジ2つでこれ止めるようになってるんですけど、これ多分なんか感覚的になんか似てるなと思って買ったんですけど、多分成功のような気がします。これが3つ、1個130円だったんですけど、まあもちろん送料があって、まあ送料もすごい安いんですけど、送料も含めて全部で640円ぐらいなので、まあ210円ぐらいですかね。1個210円ぐらいなので、3つなので、550円 ×3、1500、1650円と、それに多分700、800円ぐらい送料かかるはずなので、まあ3000円ぐらい。正規で買えば3000円ぐらいのところ、640円で済んだので、多分2000円以上は得したと思います。これがしっかり合えば成功なんですけど、はい。まあ、今からちょっと取り付けたいと思います。さあ、どうかな。あ、お、外すか。こんな感じで穴一緒ですね。位置一緒なんでつくと思います。完璧。
はい、はい、完璧になりました。ドアキャッチャーです。あれ、これ片手で、あれ、あ、こうですね、いいですね。あー、もう入ってる入ってる。よし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 、はい、このボロボロだったドアキャッチャーがじゃーん、1個、2個、これですね。よし、2個、そして3個、はい、新品になりました。